Okay guys, welcome to Oshinoko episode number 6 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access, you can check my Patreon. The link will be down in the description. You can check all of my social media as well. There's gonna be the Linktree link as well. And yeah, let's go. Why? なんでそんなこと言うんだよ。最近ね、学校の男子とかがからかってくるんだ。お前こういう男が好きなんだとか。自分の好きって気持ちをみんなに見せるって、こんなに怖いことないよ。大勢の人に注目される。I think this is part of the script, right? みんなも自分のチャンネルでバカやってるから、わかる。みんな私のことバカだと思って。まあ実際バカなんだけど。 俺がいつでも話聞くからさ。ユキが辞めるなら俺も辞めるからな。ノブ君、そんなことは言わないで続けようぜ。Of course。やめちゃうんじゃない？ユキって繊細そうだし。でもそしたらノブ君はどうなっちゃうの？見て見て、記事になってる。私ちょっとは視聴者獲得に貢献できたかな。で、番組辞めるの？ Definitely not。辞められないでしょう。契約残ってるのに。え？じゃあ演技ってこと？いやいや、黒川さん見たく女優じゃないし、私に演技なんてできないよ。ちょっと自分の気持ちを膨らませて話してるだけ。なって、黒川さん一でやるんだもん。私眠くて眠くて。なるほど、嘘じゃなくて誇張。しばらく番組を一緒にして打ち解けてくると、各々のキャラクターが見えてきた。 うまいやつ。裏表ないけど味があるやつ。番組映えが悪くて出番が少ないやつ。あ、ルイトルスクリームタイム。あ、やったら飯行こうぜ。熱さんが焼肉おごってくれるって。え、言ってないよ。知ってるよ。最近登録者数増えて噂なんでしょ。ジム所の取り分豪豪なんでしょ。マジですか？うち8人。羨ましい。ダーム。 思う存分食えよガキども。自分の分は自分で焼くから気にするなよ。黒川さん、さっきから全然食ってないだろ。いえ、自分精進の身。Okay、I ship them。こういう場では絶対トングを手放さないって決めてるんです。だからね、今求められてるものはより過激なものってわけさ。どこまでリスクを取れるかで戦略肢が変わってくるって。はあ、焼肉とは豪勢ですね。 可愛い子たちを眺めながら食う肉はさぞ美味しかったでしょうね。いや、ただの付き合いだし。いや、サペ、he's your brother。出てねえよ。若い体は脂っこいのも無限に食っても胃が全然もたれねえ。最高すぎる。いつも収録土日じゃん。やらせだやらせ。学業優先してくれてるだけ有料だ。っていうか、思ったよりレンリアにやらせはないぞ。一部の人間はあからさまにやってるけど、 大抵のやつは極力自分をよく見せようとする程度。そんなのリアルでもみんなやってることだろ。わあ、that's true。じゃあみんなマジで恋愛してるの？そのスタンスもまちまちかな。意外と好きになっちゃうな。ファンの目もあるし、番組内では、そこそこに済ませたいけど。するよ。ホストに本気になっちゃう感覚に近いかも。するわけない。 仕事だぞ。俺はガチよ。なら結婚まで。いろいろ偏見から入ったわけなんだけど、リアルを売りにするだけはある。想像してたよりやらせが少ない。そして思ったよりも各々の人間性をそのまま映す構成になってる。考え込んでどうしたの？ やらせが少ないのはいいことじゃない？見てる側からしたらそうだろうけど、嘘は身を守る最大の手段でもあるからさ。この後、角ゆきと熊野信之のカップリングが番組の中心になっていく。Of course。 都心を見せる健吾。ゆきを巡る三角関係が成立。ゆきというゲームメーカーが機能し、その小悪魔っぷりが番組を盛り上げ、 中高生を中心に人気を獲得していった。アクタンはいいの？ I want to believe she and Nobukun will get together, but she'll likely end up with Kengo. Who will Yuki choose?
売れたいなら私よりあっちに絡むのが正解だと思うよ。俺はいい。番組が終わるまで安全圏でやり過ごす。私はこのままおバカ系癒し枠キープできればそれでいいかな。自分のチャンネルにお客の動線引くのが目的だし、アクタンがマジでアプローチしてくるなら話は別だけど。あまり期待はするな。私たちより心配なのは About? Yeah. 中にも当時の羅生門には茨城童子が腕ぐりゴンゴを掴んでおむしゃるかの来光のGod damn. マネージャー、お前はクビになりてえのか。茜の出てるリアリティーショーが人気出てるって言うから見てみたら、なんだこれは。総出演時間10分もいってねえんじゃねえか。チャンスだって言うのにこれっぽっちも目立ってない。ですが社長、茜も十分頑張るだけじゃ金にならないんだよ。他にもやりてえっていうやつが大勢いる中で選んでやったんだ。爪痕の一つでも残させろ。 Damn.That's a lot of pressure. 聞こえてたか。茜は精一杯やってるんだ。気にしなくていい。ちゃんと俺が防波堤になるから。Oh, that's cool, manager. I love him. 私が不甲斐ないから。頑張らなきゃ。頑張って爪痕を残さなきゃ。Don't do anything stupid, please. 商品名を出したら最低5人の関係者には検索されてる。そしてその会社から仕事は二度と来なくなる。そんな大げさな。あんただってエゴサくらいするでしょ。しないよ。スマホよこしなさい。ゴリゴリやってんな。あらあら、関連検索に可愛いまでつけて、そんなに可愛いって言われたかった？みんなしてないって口では言うけどね。断言するわ。アイドルの9割はエゴサをしてる。I mean, I've tried to search for myself, for example, on Twitter, but yeah, nobody posts anything. 要は大エゴサ時代。広告代理店じゃなくてもビッグデータにアクセスできて、感想や客層のアナリティクスを調べられるようになった。ネットの反応を見るなって時代は終わったのよ。今はもうネットマーケティングを怠った人間から脱落する世の中。コンテンツとファンはすでに相互監視状態にある。そして芸能は私たちそのものがコンテンツ。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いていることを忘れてはいけない。頑張らないと。何してんの？番組公式ツイッターとか TikTok にアップする動画撮ってた。そういえばメモはもともと TikToker だっけ？そうそう、当時は広告収入も投げ銭もなかったから YouTuber に転身したんだけどさ。アクタも何かアップしないよ。 That's smart. 俺はそういう若い子の使うツールわからないし、いい。ジジクサ。ノブくん、こっちで一緒に。アカネちゃん攻めてるね。そういや、いたわこんな子。アカネだっけ？アカネアウトでいいから男新面増やして。目立つためにはどうすればいいかって。そりゃユキからノブを奪う悪女ムーブだよ。もちろんこれは指示とかじゃない。でもこういうのできる子が売れるんだよね。頑張らないと。 Everyone is gonna hate her. お姉ちゃんがネイリストやってて教わったんだ。アカネにもやってあげるよ。おいで。あ、うん。アカネ最近焦ってる？放送も終盤だしね。気持ちはわかるけど。別にそんなんじゃ、私はどうにか目立って結果を残したいだけ。そう、でもそうはさせないよ。私は私が目立つように戦う。悪く思わないでね。当然ですね。ユキちゃんとはなんでこんなに違うんだろう。ユキちゃんより目立たなきゃ。でね、それでラブラドール好きって言ってたよね。あっちにでっかいのいた。え、マジ？頑張って戦わなきゃ。 She's gonna say something. 私に期待してくれる人のためにも。やめてよ。
やり口に品がない。カット。明日雑誌の撮影なんだろ。またそのつもり。アカネ大丈夫だから落ち着いて。 Oh my god, thank you. Thank you. 知ってるよ、アカネが努力家なの。 Thanks for your personality. なんかわからなくなったんでしょ。ごめん、顔雑誌撮影はあるのに。大丈夫、こんなのフォトショで簡単に消せるから仕事には影響ないよ。アカネは私のこと嫌い？ No. 嫌いじゃない、強くて優しくて好き。私も努力家で一生懸命なアカネのこと好き。学校とかだったらちょっと揉めてすぐ仲直りみたいなことよくある話で、本人たちの中では解決したことだとしても。それをネットは許さない。Wait. Why do you have to get in the way at the last minute? Don't involve others in your selfish hysterics. You're a nuisance to the show. You should have just stayed the bottom tier idol. Please never show your face again. やっぱりと思った。ちゃんと謝れば許してもらえると思った。番組との契約で放送に載ってない部分のことは言えないけど、言えることだけでもできる限り説明して謝れば。It's not gonna help. それが合図だった。お前見つけたら謝ればするべき。でも謝っていい。人は謝ってる人に群がるんだよ。謝ってるってことは悪いことをしたって認めたんでしょ。悪いことをしたなら石を投げていいよね。そんな風に。私は悪いことをしたから当然だ。Apologies. これはby dying. 目をそらしちゃダメだ。炎上ってさ、真面目な子ほどダメージ大きいんだよね。批判の意見なんて見なきゃいいのに、全部の意見を真正面から真摯に受け止めようとするから。目をつぶると炎上のことしか考えられなくなって、朝になったら全部収まってるって自分に言い聞かせて強引に眠った。でもそんなことあるはずなくて。アカネ大丈夫？顔色悪いわよ。大丈夫。明日学校休む？大丈夫、行く。 And she's gonna get the hate in school. アカネの見た？やばくない？いつかやると思ってた。なんかいつも仕事があるからとか芸能人ぶってさ、マジ性格悪い。自分はあんたたちとは違うからみたいな空気出してくるよね。今頃囲いの男どもに慰めてもらってんでしょ。ありそう。アカネ、最近元気ないけどどうかしたの？仕事で何かあった？ She doesn't watch it. 母親がちゃんと教育しないからこういうカス女が生まれる。負の連鎖じゃん。ごめんね、お母さん。とりあえず今は何もツイートしない方がいいかもな。何を言っても燃料を与えることになるだけだから、何か言うときは相談して。私あの子昔から知ってるけどさ、自分は周りと違うって思ってるっていうか、他人の痛みとか全然考えないと思うよ。いい子ちゃんムーブしてるのも全部演技なんでしょ。どうせ裏でも男とばっか遊んでて真面目に仕事なんかしてないわけじゃん。こんなんが好きなやついるの？こんなやつは何やっても。How can they say that? 男に囲われて気に入らないことがあるとすぐヒステリーになるわけでしょ。勘違い女、もうお前の席ねえから。
Don't tell me she'll kill herself, please. ダラライの劇で主演やっててめちゃくちゃ頑張り屋な子なんだけどさ、今回の騒動を見てたらそういうのもただのアピールに思えてきた。今まで押してきたけどちょっと無理になった。 No。 アカネと中学で同じクラスだったけどマジみんなに嫌われてたから。 Please don't。 やりまんって話すか。顔もマジブスじゃね。性格悪そうな顔してるよね。バイバイアカネ、残念だけどもうテレビで見ることはないね。そういえば何も食べてないよ。She's gonna die. She's gonna die. 疲れた。考えるの。もう疲れた。No, stop it, stop it. Please. 何も考えたくない。It's ending. Aqua. Aqua. Yeah.頼むから落ち着いてくれ。Nice. So what is gonna happen now? Oh my god. かけるから。Is there gonna be something? No. Maybe. This program is a work of fiction. However, if you or someone you know is struggling with mental health issues or suicidal thoughts, confidential assistance is available 24/7. National Suicide Prevention Lifeline. Damn. Okay. This is getting intense, guys. Mental health issues are no joke. Yeah. Okay. I hope you liked my reaction, guys. And if you did, then don't forget to press that like and subscribe button. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And see you guys next time. Mata ne.